マクファールは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。R.A. バーク級ミサイル駆逐艦の24番艦。艦名は1989年のパナマ侵攻で12月18日に、戦死したドナルド・エル・マクファール総長にちなむ。2005年8月22日、マクファールは、フロリダ州ジャクソンビルの沖合で、DDG-81 ウィンストン、S. チャーチルと衝突した。 両艦とも小規模な被害を受けたが、負傷者はいなかった。両艦とも自力で、ノーフォーク海軍補給地の母校へ帰還した。2007年2月16日、マクファールは2006年度戦闘効果賞を授与される。2008年8月20日、米国務省のウッド副報道官代理は、南オセチア紛争で被害を受けたクルジアへの人道復興支援のため、第六艦隊所属のイージス駆逐艦。 マクファールをはじめ、同艦隊機関ブルーリジ級揚陸指機関、マウントホイットに及び、米沿岸警備隊の長距離カッターハミルトン級、ダラスの3隻に人道支援物資を積載し、国会に派遣することを発表した。8月24日、南オセチア紛争後に人道救援物資を届けてほしいとのグルジア政府の要請に応じて合衆国による大きな回答の一部として、 アシュードデリバリー作戦を発動。これに参加して、グルジアのバトゥミに人道支援物資を届けている。マクファールは、合衆国国際開発庁提供による衛生用品、ベビーフード、看護用品、瓶詰水及びミルクなど、約15万5千パウンドの必需品を下ろし下した。2009年11月12日に、ミサイル防衛局は、マクファールは2013年度中に、 イージュス弾道ミサイル防衛システムの一部として、機能するため RIM-161、スタンダードミサイル3を運用できるよう改良を、施すと発表した。2010年4月5日、マクファールは、商船、ライジング3が、海賊襲撃後に発信した、救難信号に応答した。マクファールは、脅威を制圧し10人の海賊容疑者を捉え、オマーンのサラーラ近海にて、 ダウセンの乗組員8人を救出した。1週間後に、海賊容疑者は、マクファールから DD、DDG-64 カーニーに移送され、起訴するため30日後に、ソマリア暫定連邦政府へ引き渡されている。2012年9月、南欧地域のミサイル防衛任務中であった、マクファールは、ジブラルタル海峡付近で展開中のところ、同月十一日の在イビア米国領事館。 襲撃事件を受けて、翌9月12日に、不測の事態に備え、別海域で展開中であった DDG-58 ラブーンと共に、リビア沖へ派遣を命ぜられる。ありがとうございます。